皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の20日、21時46分、大阪維新の会の皆さんなんですけども、その、大阪万博が開かれることによって、党のイメージがちょっとダウンしてる部分はあるかと思うんですけども、橋下徹さんに戻ってきてもらったらどうでしょうか。もともと大阪維新の会は橋下徹さんが旗印といいましょうか、中心人物だったわけですから、もともと橋下徹さんも僕に会いに来た方ですし、そのエネルギーの残存量問題を考えると大阪で万博などは開きたくないっていう方向性で一旦降りられたのかもしれませんし、それ訴訟になったらなったで、最終的には自民党が一番大きな責任を持たなければならないんですけども、万博に関する、条約等に関しても一番最終決定権を持っているのは国ですから、それはもう自民党と公明党の連立ということになってきます。一番責任が大きいのはで、その辺のこともそうなんですけども、あとアメリカの方でもオリンピック、次のオリンピックはそのアメリカで開催されることが予定されています。で、2030年冬季オリンピックに関してはパリで開かれる予定があると。で、アメリカでも冬季オリンピックのその次の予定までもうすでにできてしまっていると。もうこれ早急にアメリカのオリンピックも中止してください。で、これは、共和党の皆さんも民主党の皆さんも両方、賛成するような形で動いていただけますか。これはもうエネルギーの残存量問題的に無理がありすぎます。で、早く世界中でのその各掘削地点の、一番深いところの、掘削地点が今何メートルまで来ているのかと、10年前が、何メートル、20年前が何メートル、30年前が何メートル、40年前が何メートルと、ここ100年間のデータを各掘削地点、世界中で出してください。メタンハイドレートも、テレビの NHK のニュースを見ている限り、出演者の方にその宮崎県の、沖でも掘ってるんじゃないかということを心の声で伝えると、掘ってるというような回答が返ってきています。ですので、メタンハイドレートに関しても僕が小学生の頃から実は放送されてるんですよ。だから日本中の近海でどれぐらいのところで、メタンハイドレートがどれぐらいの地点で、掘削されているのかっていうところ、それをしっかりと国の方でも公表してもらわなかったら、行政のもう課長以上の人間でもどこでメタンハイドレートが掘削されているかもうわからないっていう状況で、それは局長レベルでも、いやもう自分の部署のことぐらいしかわかりませんっていう話になってしまって、結局ほとんどの人間はわからないままずっと世の中が進んでしまうんですよ。だからこれは早急に国の方でも、開示してください。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。